はい、次は生態応用の主義を説明していきます。よろしくお願いいたします。はい、では相手のお客様の頭側に座ります。中指を背骨の上、人差し指と薬指をその両側に添えて、骨の上を触っていきますと触診が簡単にできます。背骨とその両側の筋肉スーッてこう滑らしていってもいいですね。こうやってやっていてもいいですね。はい、背骨の両側の筋肉を頭側からこのようにほぐしていってもいいです。手全体を使うと優しいですね。そして MP を立ててこう手刀でやると少し強くなります。さらに IP も立てるとさらに強くなりますが、普通はこの MP を曲げて手刀でやるといいと思います。適当な回数、腰の辺までいってもいいですね。彼はこう滑るように向いて、強さも自分が適当と思われる強さで、背中の中ほどまでだけでもいいです。そして今度は、肩甲骨の下の方から上に向かって、また肩甲骨の外側、大円筋、小円筋や腱底や、そしてこの腱梁や重油や、こういうところを転送ややったり、同じようにこっちも両方が同時にやってるんですね。肩甲骨の下のところですね、転送、肩甲骨全体取ってもいいですね。そして、基本主義のこういうツボ、を行う前に左母趾で僧帽筋を押し、その上をほぐす、こういうものを入れてもいいと思います。こうやって両手でやってもいいですね。柔らかいお客さんの方が柔らかいときは両手でやってもいいです。4指でやってもいいですね。4指で、母指が痛いときは4指で、あとはこういう指、こうさっき言ったこういう指で代替したり、4指でやってもいいですね。首を両側から丁寧にほぐしていってもいいです。このようにほぐしていっても、手刀でやってもいいし、少し優しくやってもいいですね。一体頭蓋骨の付け根をおけらやもぐらが掘るようにこう、アモン、天柱、風池、寛骨ね、また戻ってきて、そして後頭部を上に上がっていき、この一番高いところ、後頭骨で、ほぐして、その両側ラムダ方をほぐしたり、前の方をほぐしたり、親指で頭の中心の方を上がっていったり、手を逆にして方をほぐしていったり、側頭部をほぐしていったり、肩を支えてほぐして、こうやってもいいですね。ここは硬くなりやすいところですので、何回やってもいいです。こうやって首をもう一回やったりね。手根部でやる方法もありますね。あとこの背骨の胸椎一番の少し上、二番あたりから、膝をここに台に作って足を前後にして、体重を使って後ろにこう、こういうやり方もありますね。2センチぐらいずつ。で、普通はこれでいいですけど、片足ともいたら背骨の片側ずつ母趾を揃えてこのようにやってもいいです。片側ずつね、
硬い人ですね。これ片側ずつ、ちょっと時間がかかりますけど、このようにやってもいいです。あと先ほどの左母趾でスキンスラックを取って、その上を保護図の方を背骨に対して行ってもいいです。これも片側ずつですね。片側ずつ。今ビデオ撮影のため少し早めにやってますけど、実際はもう少し丁寧にねやっててください。今時間の関係で少し早めにやってますね。またはこう横から弦を弾くように、背骨の両側を筋肉を弦を弾くような形で、数字に直角に両側ともほぐしてやってもいいです。はい、手を頭に乗せます。肩甲骨の外側ですね。まずこれも同じですね。左親指を入れてその上をほぐす。これまず肩甲骨の骨より外側の骨より上の方、だんだん下の筋を向かって、今度は肩甲骨の外側より下の腱底の変化でずっと外側の筋肉をこのような形でだんだん下の方にほぐしていってもいいですね。上も一緒にこうやってますね。はい、元に戻します。お客さんの足側を回って、はい、こっちも同じ感じですね。手を頭に乗せます。痛かったら言ってください。はい、戻します。仙骨に体重、これはその体重かけなどもいいですね。軽く手を当てて、右手掌でこの辺やこの辺を使って、このような感じでほぐしてもいいですね。少しずつ下がっていくような感じでね、こんな感じでほぐしてもいいです。もちろん基本の時にこの後やったように、こういう両手でほぐしてもいいですね。両手でほぐしてもいいですよ。ね、はい。じゃあこれで応用の趣味を終わります。ありがとうございました。